皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。生徒たちから時々テスト勉強はいつから始めたらいいんですかと、こういう質問が来ることがあります。この質問をする人たちはきっと3週間前からとか2週間前からというぴったりした期間を聞きたいんだと思うんです。それはそれで正解なんですよ。なぜかというと、定期テストの勉強というのはそのテスト範囲の問題集、ワーク、ドリルを3回くらい繰り返せばいい点が取れるからです。でも私の答えは違っています。私の答えは、定期テストが採点されて帰ってきたその時からがテスト勉強を始める時なんです。テストが終わった後でテスト勉強するの？違います。違うんですよ、ね、採点されて帰ってきた時から次の定期テストの勉強を始めるんですね。全て満点だった人を除いてできない問題があったんですよね。だったらそのできなかった問題を解き直して問題を解けるようにすると、これが次の定期テストの勉強の第一歩、こう考えています。特に数学と英語は積み重ねの学習がとても大切な教科です、ね、そのテストでできなかったこと、これをできるようにしておかないとできないものがどん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 増えていってしまうんですよね。だから帰ってきた点数を見て、うわーダメだったとか、あ今回は良かったとか、あこれかパサッとしまって、もうね問題も見ることはない、こういうことがないようにできなかった問題を解けるようにする、解き直しておく、これが次の定期テストの第一歩だ、こう思っています。今回はテスト勉強はいつからすればいいかということについてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。